い、皆さんこんにちは、ワンダリグルビジです。では今回は信長の野望争点6バープキートの続きをやっていきたいと思います。まあ、ここまで順調に勢力拡大してきていますので、この先なんですが、まず軍団でですね、第二軍団、勝家率いる第二軍団は、この畠山家攻略七尾城と小山御坊ですね、ここの攻略で、四国を任せている、三好の軍団なんですが、これはちょっと軍団長を、庭長秀に変えていきたいなというふうに思っているので、ちょっとそこからやっていきたいと思います。なので、まずは軍事人事異動ですね。どこに誰がいるかというのが正直分かってないんだけど、そこをちょっと確認したいかな、先に。庭長秀はどこにいるかというと、情報の画面で確認していった方が早いかな。ちょっと待ってくださいね。L ボタンで出てくるけど、情報が出てくるけど、ここまでか。人事の部署移動をちょっと確認しちゃいましょうね。庭長秀がどこにいるかがわからないっていう、ちょっと大惨事になってるな。ちょっと後で確認していきましょう。なので、一旦時間を先に進めちゃう。いや、賞罰で見れるか。賞罰で庭長秀がどこにいるかを確認できそうだな。そうか、城内のものに限られるんだな。となると、どうにもならないか。軍団長にね、指名していきたいんだけど、庭長秀がどこにいるかというと、田中義政とかではちょっとね、年家もまだ軍団長には早い。まあ、定勝、村井定勝とかはありかなって感じはするけどね。あと、庭長秀だと、この辺の城主、犬山城にいますね。犬山城の庭長秀を、一旦、移動させちゃいましょう。まあ、犬山城から四国に移動させられるのは嫌かもしれませんが、庭長秀的にも悪くない話ですよね、軍団長だったら。城主なので動いてはいけませんと言われてるんで、まずは、城主を変えていきましょう。庭は変えられない。となると、一旦時間を進めて次のターンでやっていきましょうか。なので、忍者の潜伏先を変えていきます。別所の矢上城を攻略するんだな。じゃあ、このまま、よくて破壊工作をやってもらおう。ちょっと待ってね。今だと、矢上城に潜伏させたばっかなので、そもそも、できないと言われてる。であれば、このまま普通にターンを、進めちゃいます。今、舞台は動かしてないので、このままでいいかな。まあ、第三軍団、第二軍団、それぞれ、部隊を勝手に動かすとは思うんですが、まあ、この先、上杉と全面対決するっていうこともなければ、武田ともすぐに戦闘になるということもないので、まあ、やっぱり西へと進んでいくっていうのが、まあ、今の信長の政策になるんじゃないかなと思います。
おお、長宗我部か。どうする？長宗我部は、従属させて、こちらの、大名家としては残しますか。従属させて、このまま、長宗我部自体を残して、家としては残しておいて、四国の制圧に協力してもらうっていうのがいいかな。いやもう上杉のデカさえげつないことになってるな。もし上杉と戦うのであれば、謙信を討ち取るしかないよね。お、毛利高元。これは元就の嫡男ですね。まあ、早くして死んでしまったわけなんですが。いやー、本当にどこもかしこも勢力が大きくなってきてるんで、一刻も早く進行していかないといけないな。信長の野望大使も最近プレイはしていないんですけど、アップデートが入ってきているようなんで。またどっかのタイミングで大使で新しい企画を考えたいなとは思ってるんですけど、大河ドラマ、西郷どんを見なくなってしまったんで、西郷どん絡みの企画で、幕末志士を、データ編集で、大使に登場させるっていうのをやろうと思ってたんですけど、それがまず全然できていないんですよね。まあ、もし、楽しみにしていていただいた方がいたら、呆れられてしまうんじゃないかなと思うんですけど、じゃあまず内政で、いや、先に人事異動した方がいいね。丹羽長秀を第三軍団の軍団長に指名していきましょう。ああ、違う違う。まずは犬山城の城主を変えなきゃいけないんだな。変えられないんだよね、ここが。となると、森吉成、森蘭丸の父親だったはずですが、その森吉成を第三軍団の軍団長に出ていく？森吉成もまだ入ってないか。出陣中になってるね。まだ帰陣していないね。結局のところ、畠山攻略に出陣していて、今は、呼べないという状態になってますね。であれば、ちょっと一旦招待をしておいて、みんな仲良くしましょうよ、というのを入れておきます。で、あとは、軍団ですね、軍団。軍団指示で、第三軍団が、長宗我部を切り伏せたので、次は、どこを攻略させるかだな。まあ、普通に考えたら、一条、西園寺、黒瀬城かな。
さあでは信長は出陣をしていきましょう。姫路城に向けて出陣。まあ、そこまでの大軍は必要ないかなとは思うんですけどね。牽牛にも出陣させよう。あとはまあどこを攻略するか、一式も倒しちゃう？武田家、若狭の武田家がおそらく狙っている可能性はありますけどね。で、足利とは、将軍家とは、不戦が解けたタイミングで、海戦に踏み切ってもいいかもしれないですね。小山ごぼうの攻略が完了。信長が到着する前に一合戦してもらう？そしたら。もう信長が到着したら反米の知略で確実に城を落とせるかなとは思うんですけどね。まあここはそのまま能力値は低いものの忍者を雇っていきますか。お金も兵糧もだいぶ余裕は出てきてるので、このままいけば勢力は拡大できるかなとは思うんですが、まあ、上杉がね、もう北陸から北は完全に制覇済みというところで、まあ、武田北条が連合したとしても上杉にはちょっと及ばないかなというところまで上杉がでかくなりましたね。
いや、もういろんなところから使者が来るようになったね。信長もここまで大きくなると。で、次のターンでは信長が姫路に到着すると思うので、姫路に対して力攻めを行っていくというところで、姫路城に誰がいるかわからないんですけど、もし黒田官兵衛がいれば、官兵衛を配下に加えたいなぁ。いや、九州は島津じゃなくて大友ですね、今回の蒼天禄では。さあ、信長自ら出陣というかね、陣頭指揮に当たりましょう。いや、赤松家多いなあ、それなりにね、人の数は。何、半兵衛の、そして秀吉の策がことごとく失敗している。こんなこと今までなかったけどね。敵方にやっぱり官兵衛がいるな、この感じ。まあ、それでもやっぱりね、圧倒的に強いですけどね。お、小寺が出てきた。これ、あれ、正隆は、半兵衛の、いや、官兵衛のお父さんですね。父親。とはいえ、あっさり勝ったな。これで官兵衛が入ってくれれば。官兵衛、官兵衛両方揃うことになりますね。このままじゃあ軍を進めていきましょう。宇喜多忠家の岡山城に向かいます？いや、ルートがないか。となるとまずは小月城だな。
さあここはもうこのまま信長自ら力攻めで短期決戦で城をかすめ取ろう。多いね、一滴の城兵。まあ、ただ城門突破は早いね、さすがに。いや本当に強いわ信長。お、ただ半兵衛の策が跳ね返されるとは。勝負あったな。あとはこの刑事の挑発も強いんでね。いやーここまで本当に順調。あとは宇喜多の処遇をどうするかですね。宇喜多と開戦していくのか味方に取り込むのか、まあ、ありますが、今の信長の力であれば、ここは一気に宇喜多も倒しにかかっちゃおう。もうここまですごく順調に来てますからね。ああここで足利との不戦協定の期限切れか。であれば先に足利を叩いて足利将軍家を滅ぼしてしまうっていう方が詐欺かな。ちょうどこの畿内一円足利が抑えているのが邪魔くさいんで、これを先に潰そうというわけで、しかも足利の式山に入ったわけでしょ、わけべが。一旦宇喜多の処遇を放置放免して反転、足利を叩こう。元成自ら来ましたね今回は。さらに嫡男高元も来る。ちょっと待ってね、大井門さんか。ここは鉄砲だな。信長はそうすると今大井門に参加してしまった以上は出陣中の信長はこのまま出陣を続けて、余力はあるので別途足利将軍家を攻める部隊を出しますか。まあ多方面作戦にはなってしまうんですが、まあ今の信長の力であれば多方面作戦は十分に支えられると思うので、飛ぶ鳥を落とす勢いの信長なんで軍事同盟か。
まあ、ここは一条と軍事同盟なんか結ぶ必要感じないからな。従属するっていうなら話は別ですけどね。さて、今謀反の疑いがありましたけど、一旦見逃してあげたので、これで、内政フェーズに入っていくんですが、まあ、時間がいい時間になりましたので一旦ここで終わりにしてですね、次回先ほどお話したように浦上家、これ毛利との包囲網に参加したので浦上家攻略、それと足利将軍家との伏線が切れたので、足利将軍家、これもこの機に一気に攻め滅ぼしましょうということで、次回はですね、その二方面作戦を指揮していきたいというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。